より LF03 へ。パーメットリンク接続テスト再開。3、2、1。インターコネクト確率現在レイヤー31。コールを開始してください。了解。レイヤー31コール開始。ガンドフォーマット異常表示なし。レイヤー32接続。レイヤー32コール。コールバック確認。レイヤー33に接続。レイヤー33コール。エラー、コールバックなし。レイヤーを10まで交代。レイヤー10から再度レイヤー33へコール。エラー、コールバックなし。レイヤー33コール。エラー、コールバックなし。 LF03 よりスロールへ。ガンドフォーマットのスコアを上げることを要求。ネガティブ。テストの目的に反します。時間がないの。実行します。ちょっと待ちなさい、エルノラ。今日はこの辺にしておこうか。まだ危険領域に入っていません。レベルを上げてもう一度レイヤー30。ここまでだよ、エルノラ。はい。テスト終了。パーメット流入値の解析を開始して。了解。解析始めます。異常変動の現地はどうだ。気負うな、カルド先生。あんたでダメなら誰にもクリアはできないさ。ガンドフォーマットの健全性を早く証明しないと。評議会もこれ以上は。それであんたの体がお釈迦になっちゃ元も子もない。しかしそれにお迎えも来てる。ここに来ちゃダメって言ってるでしょ。あの子まだ起きないの。うん、そうだね。ダメでしょ、起きしないと。ルブリスはまだ赤ん坊なのさ。赤ちゃん。そう、寝返りもできない生まれたて。ここにいるスタッフみんなの子供。今はお前のママがいろんなことを教えてやっているところだよ。ふん、じゃあエリーの方がお姉さんだね。エリーは何歳になったの。4歳。フロント第三自治区は20日、オックスアース社製モビルスーツガンダムタイプ購入予算の決議案を可決。同社の兵器システムは搭乗者への生命倫理問題が大きな懸念とされており、オックス社及びモビルスーツ開発評議会の説明責任が問われています。ガンドフォーマットは元来宇宙環境で生じる身体機能障害の補助を目的とした医療技術です。しかし研究元であるバナディース機関をオックスアース社が買収、ガンドフォーマットがモビルスーツへ軍事転用されると、今度はデータストームによる身体へのダメージの問題が浮上しました。想像してください。非生物機構で動く18メートルもの巨大な体を無理やり人体とリンクさせて制御させるんです。搭乗者の負荷は計り知れませんよ。今回のモビルスーツ増強は地球サイドに軍拡の口実を与え、両者の緊張感を加速させる恐れもあり。うちの製品を好き勝手言ってくれるな。パパ、ただいま。おかえり。素敵。ごめんね、すっかりやらせちゃって。大丈夫、エリーが手伝ってくれたからね。こっちはエリーがやったんだよ。すごいね、とっても綺麗。エリー、お誕生日帽子も見せてあげたら。またレイヤー33。早くクリアしないとみんなに迷惑かけちゃう。すまない、
上が焦ってルブリスをロールアウトしなければこんなこと。スポンサーは必要よ、ナディムのおかげ。期日まで評議会がおとなしくしてくれればいいんだけど。あと1時間で会見です。これでオックスアースも終わりだな。アーシアン風情が出しゃばるからこういうことになる。ことがたやすく運べばいいがな。カルトン・ナブ博士が応じるかどうか。しかし大丈夫なのか。民間企業の分を超えるのでは。何を今さらこの後に及んで。超えてしまえばいいのです。エリング、発言は求めていない。バナディスの連中がガンダムを完成させてからでは手遅れになります。我々モビルスーツ開発評議会は決断するべきです。人類の安寧のために。魔女への鉄槌を。ケーキ、ケーキ、じゃあロウソクライト刺すよ。お、あらら、ママごめん、ちょっと待っててね。ママのガンダすぐ止まっちゃうね。そうね、でもこの技術がなかったらママはもう生きてないのよ。だからカルド博士はママの先生で、ママの命の恩人なの。パパ偉い。エリー、先生は呼ばれ方なんて気にしないわよ。だからって、恐れ多いよ。本社から？エリー、ちょっと待っててな。パパお仕事なの。ごめんな。やだ。どうした？評議会が開かれているらしい。期日はまだだぞ。デリングだ。奴が裏で動いている。例の軍人上がりか。何を仕掛けてくるかわからない。そっちも気をつけろ。フォールクバングより輸送船ベガベントへ。コントロール173、こちらベガベント。173と更新。ゲート入り口まで距離22。軌道確認。3番ゲートに入港してください。船が来たよ。ウェンディ、搬入手伝って。最近関税率上がりすぎ、すっごい尺。輸送はタダじゃないの。スペーシアンは独占しすぎなんだよ。後でご褒美あげるからね。ずるいな。あったよエリー、これでしょ。エリー、早く起きてよ。パパもママもみんなあなたのことばかり。今日はエリーの誕生日なのに。そいつは悪かったね。バーバ、また一人で来たのか。エルノラにもダメだって言われたろ。だってバーバもこの子が大事。大事だよ。どうしてあっちのお部屋の二人は大事じゃないの。こいつは特別だからね。特別？エリーやエリーのパパやママが宇宙で生きていくためには適応できる体が必要なのさ。こんな兵器じゃなくてね。ルブリスは私たちが目指すガンドの未来、人類の可能性を切り開く新たな扉。よくわかんない。ならこいつと話してみるかい。おいでエリー、ここに手を当ててみな。これでルブリスはエリーを認識した。この世界は怖くないって教えてやってくれ。エリーはね、エリクト様やっていうの。ケーキは好き。今日はエリーの誕生日なんだよ。お誕生日の帽子もかぶるの。どうした。評議会が会見を行うとは。聞いてないぞ。オックスアースは外されています。
分かった、すぐ行く。エリー、一人で戻れるか？うん。ママに心配かけるなよ。うん。ケーキはね、イチゴが乗ってるの。ママがね。ユリシーズの配備完了しました。いつでも行けます。本社ともども予定通り仕掛けろ。評議会の承認は？責任なら私が取る。我々モビルスーツ開発評議会は先ほどガンダムタイプのモビルスーツ開発を全て凍結することに決定しました。これに伴い評議会は同期を開発したオックスアース社に対し企業行政法による強制執行を行います。そんな、うちを切り捨てるつもりか？入港予定の船は？輸送船が一隻。止めろ、入港させるな。そしてモビルスーツ開発の秩序と倫理を守るため我々は監査組織カテドラルの設立も決定しました。ご紹介します。カテドラル統括代表デリング・レンブランです。最初から俺たちを受け入れるつもりはなかったんだ。奴らは経済じゃなく山岡、クソ、スペーシアンの橋梁がエルノラ、エリー。本部よりドミニコス対角形通達。登録番号および周辺宙域を速やかに封鎖。シャトル一隻逃がしてはならん。ナイラ？ウェンディ逃げて。早く！ナイラ！ケホ？エルノラ、評議会が一線を越えてきた。エリーがいないの。エリーが？君はエリーを頼む。僕はルグリスで出る。危険すぎる。敵が来てからじゃ遅すぎる。君たちの作ったガンドアームを信じろよ。マネージャーが出るんですか？ウェンディと連絡が取れない。僕が足止めしている間に退路を確保してくれ。本社の救援はどうなんです？期待はできないな。 LF-01 射出。ガンドフォーマットパーメットスコア2。識別照合、目標モビルスーツと一致。了解、行動開始する。早い、これがガンダムか。パーメットスコア3。避けた、バカな。久しぶりだな、この感じ。奴らは妙なスウォーム兵器を使う。1対1で行くな。カズ、ウェンディ、君か。ナイラの仇を取ってやるんだ。そうだな。敵を引きつける。左舷進行方向、ガンダムタイプ2機目を確認。情報通りだな。警戒を怠るな。ケナンジ、ベジルウェーブを出せ。了解。私はこれまで数多の戦場を経験し、一つの結論を得ました。兵器とは人を殺すためだけに存在するべきだと。一点の言い訳もなく、純粋に殺すための道具を手にすることで人は罪を背負うのです。しかし
バナディスとオックスアースのモビルスーツは違う。相手の命だけでなく乗り手の命すら奪う。これは道具ではなく、もはや呪いです。それ以上のスコアは危険だ。命を奪った罰は機械ではなく人によって課されなければならない。ナイラ、敵は誰から。人と人が命を奪い合うことこそ戦争という愚かしい行為における最低限の作法であるべきです。離れろ、ウェンディ。ただの特化型じゃない。動かない。なんで。ガンドフォーマットのリンク制圧完了。これでガンダムも終わりだな。ナイラ。ウェンディ。自ら引き金を引き、奪った命の尊さと贖いきれない罪を背負う。戦争と人殺しとはそうでなければならない。カルドナボ博士、あなたにはここで死んでいただく。地球というゆりかごで生まれた人類が宇宙へ出るにはこの体は脆弱すぎる。赤子が服を着るように私たちはガンドをまとうことで初めて宇宙に出ていける。生贄を要する技術が奇弁だな。分かってないね。お前たちが奪うのはガンドが救うだろう未来だぞ。33からのコールバック。一体誰の認証バイタルで。ママ、この子起きたの？登録バンク内に強力な電磁波、未登録のパーメット識別コードです。もう一機いただと。みんなのために。
ーメットスコア おかえり。パパ、お誕生日って何？エリーが生まれた日をお祝いするんだよ。お祝いって何するの？そうだな、ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユー。パパだ。この回線を切れ。できません。発信源はガンダムと推測。どういうことだ。ハッピーバースデートゥーユー。そして我らカテドラルは全てのガンダムを否定します。